カリキン類の構造をカリキン類は植物が燃焼した際の煙に見出される植物成長調節物質の一群である。長年科学者たちは山火事の煙に種子の発芽を刺激する活性があることを知っていた。2004年に一連のブテノリド類がこの効果に必要であることが発見された。キャロキンという化合物名はオーストラリア先住民のヌンガーの言葉で 煙を意味するカリックに由来する。カリキン類を発見した研究チームの一員であるデビッド・ネルソンは西オーストラリア大学の言語学の教授に助言を求め1830年代にパース地区で初めて記録されたヌンガーの言葉で煙をカリックと呼ぶことを知った。2011年現在、カル1、カル2、カル3、カル4の4種のカリキン類が知られている。 カリキン類が植物体が燃焼した煙に見出されるのは明らかであるが、どのように形成されるかについてはいくつかの説がある。一つの仮説は、炭水化物とアミノ酸のメーラード反応によって形成されるというものである。また、セルロースに由来するという説もある。なお、農業分野におけるカリキン類の種子、発芽刺激物質としての利用は、その高い細胞毒性のため制限されている。 ありがとうございます。